適当打ちしたら止まったあ、おお、じゃ次ピンクで、次ピンクでいきましょう。はい、楽しいですね、やっぱり。落ち着け、落ち着け、すいません、落ち着けます、はい、落ちませんね、リスナーが困惑中って、うん、今までの花と花の時なら花の光り方によって推測できるはずって、うん、やっぱ角にはね挙動いいこと多いからねすいません、これオカルトなんでねやっぱ角に困った時は角に座っとけばね大丈夫ってね、おばあちゃんが言ってたから今フリースイカ揃ってさ、うん、ちなみに導入っていつなんですか？6月27日からホールに入るそうです、はい、まだよそ行きの声、ほんと？どうしよう、パニックになってきました。私、そうです、夏にぴったりですね。あ、素敵、素敵な言葉ですね。こういうことをね、言える人に私はなりたいな。ショールームから放送中、はい、ちなみにすいません、お弁当出たよ、こら言わせないで。え、1ゲーム連したらアイヤー叫んで、分かった。あ、危ない、今ね光ってんの分かんなかったんだけど、たまたま止まったチェリーは中右フリーですよね、はい。またプレミアム演出でガーゴイルの曲ありますかって、あ、すいません、あの、またプレミアム演出でガーゴイルの曲ありますかっていう質問が、あ、今回入ってないですね、あ、今回は入ってないそうです、はい。マクドか言えないよ、ダメダメ、マクドなんて言えないでしょ。あ、今はフラッシュなし、なしだった、なしだった、よかった。お腹減りました、いやいや、さすがに言えないよね、ちょっと。すごいイケメンですよね、え、お子さん、あ、びっくりした山下さんのお子さんだか、お子さんって聞こえたあ、公認の方なんですねびっくりしたえ、びっくりいや、お若い方だから十分ありえるなって、いいですね、レギュラーも見たかったんで第二の山下さんまた振り打ちでスイカが揃いましたいいですね、ポンポン当たります、楽しいです。いや、さすがに聞けないですよ。でも恋人いるかはちょっと聞けないですけど、まあ、リスナーさんが聞きたがってるって言えばちょっと聞けるかなあ、白びた、あ、白びたってないの、白びたやった方がいいのかな、ビッグの時、え、レギュラーの時でしたっけ、レギュラーだ、え、白びたできないです